JSync とは、スクリプトタグを使用して、クロスドメインなデータを取得する仕組みのことである。HTML のスクリプトタグ、JavaScript、JSync を組み合わせて実現される。クロスドメインな通信を実現する方法としては、後にオリジン間リソース共有も開発され、j s y n p に変わる選択肢となっている。 ウェブブラウザなどに実装されている同一生成元ポリシーという制約により、ウェブページは通常自分を生成したドメイン以外のドメインのサーバーと通信することはできない。しかし、HTML のスクリプトタグの SRC 属性には別ドメインの URL を指定して通信することができるという点を利用することによって別ドメインのサーバーからデータを取得することが 可能になる。JSIMP では、通常、上記、SRC 属性のレスポンスの内容は、JavaScript 関数呼び出しの形式となるため、SRC 属性に指定する URL にその関数の名前を、クエリ文字列の形式で付加する。一般的な方法では、この時に指定する関数名は、Web ページ側ですでに定義されている。 コールバック用の関数の名前になる。関数名を渡すリクエストパラメータの名前は、サーバとクライアント間で事前に取り決めておく必要がある。例えば、スクリプトタイプイコールテキスト、JavaScript、src イコール http コロンスラッシュスラッシュ another.domain.example.com スラッシュ getjson、get コールバックイコールパーソレスポンス。 通常は、蒸気リクエストのレスポンスとして、JSIN 形式のデータを引数とする関数の呼び出し文が返される。この関数の呼び出し文が、ブラウザにより解釈、実行されることで、データの受信完了の検知とコールバック処理が可能になっている。蒸気の例では、パーソレスポンスという関数の呼び出し文が返される。パーソレスポンス。j s i n プでは、 クロスサイトリクエストフォージェリーに対する脆弱性に注意が必要である。このスクリプトタグを使う方法では、同一生成元ポリシーが適用されず、またサーバーのエンドポイントは外部に公開されているため、悪意のあるサイトが、ジェイシンデータを取得するといったことが可能であることから、機密情報や個人情報などのデータを取り扱うには、不向きである。また、 スクリプトタグを埋め込む側においても、リモートサイトから、任意の内容のデータをページに差し込むことが可能であるため、そのリモートサイトが悪意のあるサイトである場合や、JavaScript インジェクションに対する脆弱性がある場合は、その脆弱性をつかれることで、アカウント情報を盗まれたり、元のサイトも影響を受けたりする可能性がある。データを提供するサーバー側では、 リクエストの正当性を検証するのが適切である。ただし、クッキーだけを使用した検証は CSRF に対して脆弱であるため不十分である。ドジョツールキット Google Web ツールキットなどのライブラリーで j シンプがサポートされている。ありがとうございます。